山梨馬車鉄道は、山梨県甲府市と東山梨郡勝沼町、南駒郡梶じ沢町を結んでいた、馬車鉄道。中央本線、富士見延鉄道開通前、甲府周辺唯一の鉄道系交通機関として、また、藤川周辺の陸上連絡輸送手段として、重要な役割を果たし、ガタ馬車という愛称が付けられていた。 山梨交通電車線の母体となった鉄道でもある。甲府市の中心街である柳町や八日町を中心に東の伊沢へ向かう路線と南の梶川菓子に向かう路線が一体化した逆 L 字型の本線と柳町から甲府駅前へ至る支線とに分かれ全体では T 字型の線形となっていた。中央本線が甲府に達する前は駅前への路線は 存在せず、路線も、伊沢から、先の勝沼まで通じていた。通常の軌道でいう車庫にあたる旧車は、大田町、伊沢、勝沼など各地に置かれており、大田町旧車にはあと本車が移転して、本社併設となった。また同時に分社として、出張所が主要地点に設置されていた。こちらは、いわゆる営業所である。期間は、通常用いられる。 ヤードポンド法ではなく、借還法であった。路線距離については、営業時にはすべてマイルチェーン表記であった。ここでは、鉄道要欄の最古の前身にあたる、軌道一覧のデータを元にし、1マイルイコール約 1.6km、1チェーンイコール約 0.02km として、計算した。ただし勝沼伊沢間の路線距離が不明であることから、 本当の意味での全体の路線距離はつまびらかではない。なお会社から鉄道省へ提出された公文書では15マイル75差、イコール15マイル75チェーンではなく15マイル75分となっているものがあるが、分は、いわゆる10分の1の意味で2桁になることはありえないためごきと考えられる。なお休止後、メートル法への換算が公式。 非公式に行われているが、それを見ると、以下の通りである。甲府周辺は、今でこそ、中央本線や中央自動車道が東西を横切り、人や物資はその東西の線の中心軸にこの地域へ、入ってくるようになっている。しかし、近世以前においては、東西から、甲府地域に入るのは極めて至難であった。これらの東西交通路の前身に相当する。 甲州街道が、甲府盆地の東側にそびえ立つ山々を、水道も何もなくまともに山越えしながら進んでいたためである。これでは人や、少々の荷物は運搬できても、大量に消費される、生活物資など、大きな貨物は、傘が大きすぎて運ぶことは事実上不可能であった。そこでこの地域で、物資運搬に用いたのが、富士川の周運である。 これは、川口から船によって、ひたすら上流へ遡り、訴状の限界点であるカジカザで水揚げして、荷車で各地へ運ぶもので、距離は長かったが船を使うため重量物を一気に、素早く運搬することができる利点があり、江戸時代以降この地域の貨物輸送の標準ルートであった。明治に入ってもそれは、同じことで、中央本線の建設が進まず、 なかなか、甲府まで到達しなかったこともあり、二十世紀の声を聞く直前に至っても藤川周運はこの地域の貨物輸送の主役であった。しかし船から水揚げした先の輸送手段を、荷車、馬車に頼っている状態では、明治時代の甲府市街地や周辺市町村の急速な発展に追いつかないため、梶川周辺の運送業者が、 本格的な改良を考え始めた。最初は陸走しないで、住むように、甲府市内まで運河を掘削し、直接船で乗り入れることが考えられたが挫折したため、今度は規模を縮めて、途中の小井川まで掘削し、終点から先は、馬車鉄道で甲府まで運ぶという案が浮上したのである。開業甲府市8日町甲州街道に付設された、山梨馬車鉄道付近。 大正7年頃の撮影。この案を提示した事業者は結局計画倒れを起こしてしまったが、甲府市の資産家を中心として1894年に設立された山梨車鉄道がその後を継いで、甲府梶じか間の路線を開通させるために動き始め、右予曲折を経ながら、甲府梶じか間と甲府勝沼間を建設することにした。この当時、 地方では、関鉄の路線網から取り残された、もしくは開通が遅れていたというの間で、馬車鉄道を市内交通、都市間交通として付設することが、相次いでいたために、計画はすんなり波に乗ると思われた。会社側も競合する路線も今のところ存在しない、上、将来中央本線の開通により予想される、藤川周運への悪影響や勝沼方面での、 競合などの懸念事項に対しても、たとえ開通しても、塩などの重くて安い品は、運賃との兼ね合いから、藤川周運の方を使うはずだから、こちらにも影響はないと楽観的であった。そこに、藤川沿いに、甲府へ北上する、春光鉄道の建設計画という、思わぬ伏兵が現れる。さらに実際に、中央本線の工事が始まると、最初は強気だった。 経営陣も途端に弱気となり、一気に萎縮して、計画見合わせの状態となった。この結果、とりあえずローカル輸送を優先して、甲府日川間のみ開業させようという、かなり規模を小さくした案まで提示された。ところが副平であった、春光鉄道は1898年に資金繰りが悪化して、企業廃止に追い込まれ、にわかに山梨馬車鉄道に運が巡ってきた。 敵がいなくなった当社は開業へ向けて工事を進め、1898年4月3日に、伊沢柳町、千秋京都を詰めの間、同年5月24日に、勝沼伊沢間と、市街地南西端から、中心市街地を通って、甲州街道を東へ進むルートで、勝沼方面の路線をまず開業させた。これと、並行して、 カジカザワへの路線も建設され、同年11月に、既存の路線の南に繋ぐ形で、千秋京都を詰め、朝原橋間が開業した。朝原橋は小井川地区の南西端に架か,かる、釜梨川の橋で、ここまでの開業となったのは、同地区までの運河計画がちょうどこの頃に実現したためであった。しかし肝心の運河を掘ったものの実際にきちんと船を、 通すことができないことがわかり、結局計画は失敗に終わった。そのため、運河の代わりに今度は梶香沢など、藤川周運関係者の有志が、朝原京より、先の建設に手を挙げて、梶香沢馬車鉄道を設立、山梨馬車鉄道と接衝の上特許を譲り受けて1901年6月1日に、朝原橋梶香沢河岸間を全通させた。 ところが、梶じかにおける中央本線用、鉄道資材輸送の特需が減退した途端に、経営危機となり、結局1902年12月2日に、山梨馬車鉄道に合併。結局、梶じか方面の路線は全部最初の、特許通り、山梨馬車鉄道のものとなった。こうして、甲府市街地を中心とする、長い一本の馬車鉄道線が、甲府盆地に誕生したのである。 流星と打撃梶ジカへの路線を合併した頃、山梨馬社鉄道は流星に達した。ちょうどこの頃中央本線がようやく県内に達し、そこから先で、勝沼方面の路線が連絡輸送手段として盛んに利用されるようになったのである。梶ジカ方面でも未だ衰えぬ富士川の周運と連携して、甲府周辺の貨物や、 ミノ山への観光客の輸送に活躍し、まさに大入り満員の状態であった。しかし1903年に中央本線が甲府まで開通すると、それまでは勝沼方面の路線で恩恵をもたらしてくれていた同線が平行路線となり、途端に強大な商売敵としてのしかかってきた。勝負をしようにも、肩や貫鉄、肩や馬車鉄道では、 勝負にすらならず、山梨馬車鉄道は、勝沼方面の旅客をすべて奪われてしまった。さらに、梶川方面の路線でも、上述の、藤川の周運に影響はないだろうし、うちも大丈夫だろうという当初の会社の楽観的な予測は、見事に外れ、開通した途端に人も貨物も一斉に、中央本線へ流れて、周運の輸送量は五分の一近く、売上高は、 半分以下と、凄まじい現象に転じてしまい、周運の存在を前提としている路線の運営に大きな打撃となった。やむなく会社は、勝沼方面では1904年2月に、勝沼伊沢館を廃止して、被害を最低限に食い止めるとともに、梶川方面では、貨物輸送よりも、 旅客輸送の方に重点を置きながら運営することにし、さらに同年12月27日には、甲府駅の駅前まで視線を伸ばして、路線を T 字型に編成し直すなどして何とか状況に適応しようとした。だが、悪いことは続くもので、檻から改戦した日露戦争のために行われた軍馬調発の代償となり、馬車鉄道の動力である馬を全部軍馬として持って、 行かれてしまうという災難に遭う。中央本線という強大な存在に大打撃を、負わされた会社にとってはまさに傷口にしよう。塗りつけられたも同然で、ここまで来るとその傷も、簡単に言えるものではなくなりボロボロの状態であった。買収と再度の流星そこで会社が担ぎ出したのが、地元山梨県出身で、 数々の鉄道会社経営に関わりその辣腕を見せつけていた天宮慶次郎であった。慶弁王とあだ名されたくらいに慶弁鉄道運営に力を注いだ天宮はこれを引き受け、1905年5月に一旦同じ実業可能の金六との共同経営にした後、新会社山梨慶弁鉄道を設立して、翌1906年12月1日に、 山梨馬車鉄道の路線を譲り受けた。なおこの際、本社を滋賀市街地北東部の下市城町から滋賀市街地南の大田町に移転している。当初は天宮もかなり経営には苦労したようで、軽便の社名通りに当社の路線を馬車鉄道から蒸気動力化、電化することを考えて申請を行ったが失敗し、 さらに1907年には大洪水で前線不通となってしまい、洪水で大打撃を受けた上に、伊沢方面の路線は、競合が激しくて、ダメかもしれないと鉄道省への報告書の中で弱音を漏らしたりもしている。そのような失敗や低迷があったにもかかわらず、対象に入ると急速に経営が立ち直ってついには、前身の山梨馬車鉄道時代よりも流星を極める。 ことになり、株主への配当が最高で7割にまでなった。この大正中期、1920年前後が、銅線の前世紀だったと言ってよい。最打撃だが、そのような華々しい時代も、富士見信鉄道によって終焉を迎えることになる。富士見信鉄道は、富士駅から見信を経由して、甲府駅を結ぶことを目的としており、 ちょうど当社が前線を迎えている頃に、三延駅まで達し、さらに、藤川沿いに路線を伸ばしていた。ここより北に進まれることは、すなわち当社にとっては、致命傷を意味するものであった。事実、富士三延鉄道の梶ジカより、北の面局間は、完全に当社と、並行しており、一部には、完全に重なってしまう場所もあった。また、甲府市周辺に、 この頃から中小の乗り合い自動車が走り出したことも当社に大きな打撃を与えることとなった。これに対し会社は対抗して乗り合い自動車事業に乗り出したものの焼け石に水の状態で完全に周囲を包囲された格好になってしまう。さらにかつて蒸気か電化の話を失敗したまま放置していたツケもここに回ってきてしまい。 有効な解決策を見出せないまま転落の道をたどっていった。それを救ったのが白根町の名手であった金丸総之助率いる交付電車軌道であった。しかし手を差し伸べたのは思惑あってのことであった。実は計画路線の一部が山梨警弁鉄道の路線と重なっており面倒な競合を起こす前にこちらから買収して目を積んでしまおうという 戦略的な考えからの行動だったのである。1925年1月27日、当社の路線は、交付電車軌道に譲渡された。だが、その扱いは、冷淡なものであった。もともと先のような計画があったため、会社側は、馬鉄線を計画線を付設するための踏み台としか、みなさなかったのである。特に、梶川方面は、 代替となる電車線を、富士見の武鉄道との競合を避けるべく、大きく、西側へルートを変更して建設することに決めていた。ため、路線上等を受けた時点ですでに、大田町まで電化して利用。大田町以南は、浅原橋まではしばらく馬鉄のまま据え置き、浅原橋梶川かざわは廃止と、馬鉄線を、いかに解体し、いかにそのルートを利用するかという。 具体的な計画を立てていたほどで、ほとんど素材扱いであった。そしてついに甲府梶じか間の電車線建設の布石として、馬鉄線の解体が始まった。まず会社は1927年7月1日に、千秋京都詰め梶川河下岸間を休止した。そして翌1928年7月1日には、残存区間の伊沢柳町、千秋京都詰めの間、 柳町甲府駅前間が休止された。これにより全線が休止となり、事実乗馬鉄線は全廃された。なおその2週間後の同年7月15日には、千秋京都詰梶じか河わ加岸間が休止のまま、廃止されている。休止区間は、電車線化工事完了まで休止とされ、電車線化を前提条件として休止されていた。 このため後にすべて電車線の一部として復活される予定であったが、伊沢柳長官は、会社の経営不振から、計画倒れとなって工事すら行われなかった。柳町西木町官、柳町、千秋京都詰の間も電車線が、柳町経由ではなく西木町経由イコール、舞鶴通り経由で建設されて、復活の機会を逸した後、柳町を経由して、 アイオイ町電停に至るこの地形の計画線の一部として、かろうじて残されたものの、新規に付設予定だった柳町通りから、アイオイ町電停を結ぶ部分の免許が失効した、時点で、実質的に着工できなくなり、そのまま放棄される形となった。その結果、実際に復活したのは、西木町甲府駅前間、電車線の電停で言えば、警察署前、電停手前から、 甲府駅前電停までの600メートルのみになってしまった。その区間も1953年のルート変更で一気に短縮してわずか150メートルとなり馬鉄線の光景とは名ばかりの状態になっていた。電車線から取り残された休止区間は結局廃止許可申請が出されることなく放置された。しかし実際には 申請を出さなくとも、休止が電車線として復活させるために行われた処置である以上、電車線化を諦めた時点で自動的に復活する意思がないということになり、実質的に廃止と同等の扱いにするしかなくなる。それにそもそも電車線の計画とは、期間も線路規格も合わない、古い馬鉄の線路は早々に撤去され、実態は、 廃止という状態になっていたのだから余計である。しかし実際には、この休止区間は思わぬ運命をたどった。なんと運輸省が監修していた、民鉄洋欄に、この区間が、山梨電気鉄道名義で、長期休業路線、事業休止中として1986年度まで、掲載されていたのである。民鉄洋欄に乗るということは、特許が維持されていたということであるから、 つまりはこの年度まで一連の休止区間は戦前、そのままの馬鉄線として免許が維持されていたということになる。この項目は上述したような周辺の事情や事業者として掲載されている山梨電気鉄道が最後には強制競売にかけられて解散していることを考えると謎としか言いようがない。解散後も山梨電気鉄道が 休民会社として存続されてこの区間の特許を持ち続けていたのか、それとも会社存続の有無に関わらず廃止許可申請がないために同社に特許ありとして載せ続けていたのか、理由は全く不明の状態である。この項目は翌1987年度から消滅しているため、この間に書類上特許が消滅したものと考えられる。 古い時代の路線であるため資料が少なく、千秋京本社伊沢勝沼間を除いて完全な停留所一覧は残されていない。また、甲府駅前への支線の停留所や山梨軽弁鉄道時代の停留所の詳細もわかっていない。以下の一覧は山梨県立博物館などにわずかに残された山梨馬車鉄道時代の運賃表より作成したものである。 発行年月は互いにそれほど違わないのであるが、停留除名にいくつもの移動が生じている。甲府駅が開設されて駅前への支線が開通し、さらに山梨軽弁鉄道に譲渡されて本社が大田町に移転するなど、大変化を遂げた1906年以降は、さらに大きな変更が行われたと思われる。当社路線の運行系統は一貫して、 本社を中心としており、ここから列車が、伊沢、勝沼方面は、東高、梶じか沢方面は、西行として、互いに、同時発で運転されていた。山梨馬車鉄道時代は下一条町の本社前が、起点であった。1900年6月改正のダイヤによれば、勝沼方面は、毎時零零分発が、勝沼港、十二時台を除く、毎時三十分発が、 ヒ川行と、伊沢ワ港の交互運転で、始発は5時発勝沼行、周発は19時30分発伊沢行である。一方、当時まだ途中までしか開通していなかった、浅原橋方面は、勝沼方面と、同じく毎時零零分発で、始発は5時発、周発は19時発と、運行間隔が、広くやや終車が早かった。これが、 山梨京弁鉄道時代になると、本社が大田町に移転したために運行拠点もそちらに移り、さらに、甲府駅前まで支線が開業したため新しい運行系統が加わった。時期は不明であるが、大正時代初期の改正と思われるダイヤによれば、伊沢方面は毎時15分45分発となって、区間運転はなく、始発は5時15分発。 周波数は18時45分と、やや減便されている。梶川方面も全く同じダイヤ、周波数、始発であったが、こちらは時刻が少しずれただけでほとんど変わっていない。この他に、甲府駅前行が存在し、本社から本線上を通って、支線を通るルートで運転されていた。こちらは、運転間隔がバラバラの上非常に本数が少なく、 蒸気の時刻表によると6便しか存在せず、周波数が14時台というありさまであった。初乗りは1線であるが、郊外では、距離の関係から2線のところも存在した。開業年の1898年に制定された、運賃では、勝沼方面は、本社から伊沢まで8線、勝沼までは2 3三線で、千秋京都詰め方面は、千秋橋まで6線であった。 これが、梶川馬車鉄道の合併により、路線が最大となった1903年3月になると、勝沼方面は、本社から伊沢まで10線、勝沼まで30線、一方かじ方面は、井川まで14線、かじかまで25線、富士川岸まで27線となる。なお勝沼伊沢間の廃止直後にあたる1904年6月の、運賃表によると、 中央本線との対抗のためか、伊沢までの運賃は6000に引き下げられている。その後、1906年に会社が山梨軽弁鉄道となった際、本社が移転したことにより、運賃が改定されており、本社から遠くなった伊沢までは1 0 0に再び値上げされ、逆に近くなった梶香沢までは2 0線に値下げされた。運賃収受は乗車券方式で、 天理大学附属天理三交換所蔵のものによると、後世の路面電車の乗車券のように、横型の小さな長方形の紙片の周りに、日付や停留所名を記したものが使用され、ハサミを入れて、乗車に位置、乗降停留所を示していた。車内補充券で使われるパンチではなく、改札バサミのように大きなものでハサミを入れており、蒸気天理三交換所蔵の乗車券でも、 県の周囲に大きなハサミコンが何箇所にもわたって、虫食いのように入っているのが確認されている。これらのハサミコンにはいくつか種類があり、部内でハサミの使い分けが行われていたこともわかる。また定期乗車券もあり、縦書きで発行番号と区間を示した横に、定期乗車券の文字と社名を記し、社員を上から大夏した物々しい県面のものであった。 運賃には、現代同様大人、小人、幼児の区別が存在し、幼児は4歳未満で無賃、小人は4歳、以上10歳未満で半額であった。学生用の割引運賃や、貸切運賃、手荷物料金も存在するなど、かなり本格的な料金体系が構築されていた。珍しいのが今ならば、ケージに入れて手荷物扱いにする動物のうち、 犬に限ってはそのまま御車の座る台に乗せて輸送することを認めていたことである。ただし手荷物扱いでないため運賃は人間と同等の扱いで飼い主は自分と犬の分2倍の運賃を払う必要があった。山梨交通の車子によれば当線の後継路線である山梨交通電車線もボロデンと呼ばれており、これらの一見悪口にも見える愛称は 地元独特の愛情表現ではないかと推測されている。この時の終点に関しては、この朝原橋説と恋川説の二つが存在し、資料によってどちらを取るかで記述が分かれている。しかし1900年の山梨馬車鉄道の時刻表では、恋川発の時刻を示しながら、朝原橋発は毎時40分と中期している。この時期にはまだ、 浅原橋、梶川河岸間を結んでいた、梶川橋鉄道は開通しておらず時刻を示しようがないため、この中期は当社路線に関するものであり、この時点で当社の路線がすでに浅原橋まで達していたと考えるのが自然である。この地域の停留所については、公文書上でも停留所名ではなく、濃い川村と自治体名で示されることが多く、 どの停留所のことを指しているかはっきりしないのも混乱の原因と考えられる。帝国鉄道洋館。第2反当初の計画では上都当時の計画通り、朝原橋梶じかは岸間のみの休止予定であったが、後に千秋橋東沈めまで延長された。計画上は市内線と称し、こちらが平洋軌道区間では本線角であった。 実際に開業した路線の舞鶴通り経由の部分は、西城町線という支線であり、馬鉄の走ったことがない新設線である。30年7月設立とも、日本全国諸外社役員6。明治33年、鉄道省鉄道統計資料。大正13年度、軌道営業廃止、官報1928年9月1日、鉄道統計資料。昭和四年、 ありがとうございます。